というかいつもほら写真だとね、最近写真だと最近こうそうだ、伊島くんが真ん中なの。そういうなんかバンド的なバンドの並び的なボーカル思いっきり余談から始まると僕らの写真をアップをしたんだけど、それにあのメッセージコメントでなんかバンドみたいだってバンド本当、うん、バンドみたいってこの3人だから、どんなって返したら、ね、なんか結構激しいやつって激しめなのそれ以上ちょっと突っ込まなかったけどねいや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 、よかったよかった間に合った、よかったよかった。どういうふうにしますか、どうにしますか。これあれだね、特に司会の人みたいなのはいないんだね俺たちで勝手にやるって感じかな。はい、始まりの挨拶。あ、お願いします。はい、本日お集まりいただきありがとうございます。これから3人のトークイベントを始めたいと思います。まあ、ゆるりとお話しするっていう感じなので、楽しくして、お過ごしください。一応このトークイベントの内容は後ほどアクトの YouTube 動画の方にて流させていただきますので、そちらでも。楽しみいただけたらと思います。写真撮影ってやっても大丈夫ですか。僕たちは全然大丈夫ということでしたので、もしよければ写真撮影の方も行ってください。どうするの本格的なのないと思うよ。ない、流れはお任せしちゃって大丈夫ですか、ね、はい、この展覧会の発端、そうだね、っていう なんか変だと思ったら割って入ってくる。あ、分かりましたそれかこれ言っといた方がいいっていうのを気がついたら、じゃ あ後ろで挙手します。はい、今日は敷田さんがちょっとあれなくなっちゃった。あ、本当すいません。全然暑いもんね。そうですね、でもあれかもね、そっからかもね。あ、そうですね、ね、ことの発端、うん、ことの発端っていうのはこのアートコンプレックスセンターのギャラリーが15周年なんですよね、今年ね。それで15周年記念に伊島さんと、伊島さんっていうか伊島とでいいかいよいよ伊島と板谷で展覧会をしないかと、ここの館長の敷田譲館長がねおっしゃって、あ、いいですねって、で伊島はやってくれるかなって言うから、やってくれると思いますよって話で、伊島に話をしたらぜひっていうことで、じゃあでも安西はじめも仲間に入れてやろうって話になったんですね。なんか涙が出てくるよっていうか、結局敷田譲館長はトラがの、まあ何だろう、勝手にもうファンだって言っちゃうけど、うん、弟の敷田純清氏と伊島と僕でトラっていうカセットマガジンを1980年代の頭ぐらいか作ってた、出版した、してたっていうことがあって、まあ、それで敷田清氏の兄貴として、まあ弟のやってることだから、まあ傍観しながらもかなりきっとバックアップしてたんだろうなと思うんだ、お前何やってんだ的なことも含めて、それでずっと気にしてくれてて、トラの流れでカセットマガジン作って、ウェーブにトラマートとか出した頃って、あれは多分敷田清のお兄さんのここの館長の敷田譲氏が西武百貨店とすごく親密な仕事をしてて、そういう流れもあって新しい音楽の館だよね、ウェーブ六本木にレコード専門の音楽とかそのカルチャー専門のビルを建てたんだけど、でそこにぜひトラとしてトラマートっていう名前にしたけれども、僕たちはでそれが入れてほしいとか入るとかやろうぜっていうのは多分敷田兄のここの館長の口利きも随分あったんだろうなって思うんだよね。でそんな敷田さんが、まあ、実はその敷田清氏はもう何年になるかな、亡くなっちゃって、だけど
やっぱりそのトラの時代とかそのトラが持ってた影響力っていうのがすごく大きいっていうことをここの式田譲館長は感じており、で15周年に合わせてなんか自分の一つの思いとしてある形としてそういう展覧会ができたらどうかなって声をかけてくれたんですね。じゃあこれはやっぱり虎の時代を共にしたって言えば安西はじめを入れないわけにはいかないだろうみたいな。まああのあれね、ちょうどその時あの、まあ、僕とミックとその式田清と3人で虎って始めたわけだけど、まあ、その時のあの拠点になってたのが西麻布にあった何日光パレスだっけ、いや麻布パレス、麻布パレス日光パレスはつけないだろ、麻布で西麻布であの地下にレッドシューズがあって1階がラ・ボエムでその上にまあ、 あの僕と安西はじめで事務所を構えてたんですね。でそこが拠点になって、まあ、トラを始めて、その式田清氏もその後そのビルにやっぱり事務所を引っ越してきて、ね、だからそこがそのトラの拠点になってて、で、まあ、安西はじめも一緒にいろいろトラであの漫画スペシャル出したりとかね、ね、うん、やってくれたりしてて、でね今度はそのままあの僕と、まあ、はじめくんと一緒にそこの事務所を出て渋谷にあるでっかい倉庫に引っ越したんですよ。56坪ある倉庫に、うん、そこがあのミックがあの事務所にしてた、うん、第二熊谷ビルって言ったっけ、ね、そうそうそう、あれ名前忘れちゃった、第二熊谷ビル、第二熊谷ビルって言って、なんか倉庫、渋谷の倉庫のビルで今もう再開発でなくなっちゃったんだけど、うん、そこの屋上のあれに長屋みたいなところにいたんだよね、うん、屋上のねペントハウスみたいなところにいたよ、すごいよね、あそこギシギシ言って、ペントハウスみたいだけどプレハブだったんだけど、ね、そうそうプレハブのねあそこめっちゃかっこよかったですよ、うん、でその下の本当のその倉庫のでっかいスペースがもともと覗き部屋かなんかね、そう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 渋谷のね覗き部屋だったんだよね、覗き部屋だったんだよ、かっこいいんだよ、あそこ東横線から見えて、ね、うん、あの覗き部屋だった前は劇団のね、うん、リハーサルに使われてたりした、あ、なるほどね、だからここ結構自由度が高いなっていうことをなんとなくは感づいてて、それである日どういうきっかけか聞きに行ったんだよ、なんか空いたみたいですけどとかなんとかさ、うん、そしたら空いてるからって言うんだけど、まあ僕なんか借りるにはちょっとお高い感じだったんで、ね、壺いくらだっちゅう話だよね、うん、そうそう、でも借りたんだもんね、いやまあその時ね借りたねってあなたも一緒ですシェアして借りてたんだよね、そうそうそう、その時はね、うん、僕麻布の時には家賃払ってないのそう、もうだからなんか断れない、次行く時にこれも高いとか安いとか一緒に行こうぜってもうあの時はあの少し家賃あれした出してたって、ね、56分の1かな、3分の1ぐらい出してたけど、でもこれ本当に駆け出しの頃でね、あの安西はじめもその勤めてた会社を辞めて、そうだよ、それで、ね、場所もなくて、それすごい辞め方だったの、すごい辞め方っていうか、もういい無茶なね、無茶なね、かみさんが一緒の会社にいたんで、うん、最初にかみさんが辞めたんですよ、お彼女の方が辞めて、うん、そうするとなんか残ってるとなんとなく、あ、まあね、いつ辞めんだみたいな感じでした、あともう俺すっごいレコード会社でむちゃむちゃ失敗してんのよ何のどんなあんまり聞いたことない話、5色、あ、5色、5色でねアルバム何枚かやってるよ沢田研二のベストと見たいな、それとあとエルビスのなんとかと、あとなんだっけ、なんか結構やってんだよ、5色って言ったって、でもあれ どのレベルの5色、エルビスがなんかエロビソになったとか、あ、違う違う、ねエルビスだっけあれなんだっけ
エルペスだっけ、え違うわな、なんだそれ、エルペスが触った違う、ごめんごめんごめん、思い出した、ビバプレスリーっていうタイトルだったんだけど、ちょっと待って、タイトルを、タイトルのね、ビバのね、濁点が取れちゃったの、どっかで、半下で余ったらヒバプレスリー誰も気がつかないで、そのまま印刷しちゃったのそれで出てきてからみんなで社員がこれってヒバって書いてありませんかってなってヒバじゃねえ、そうヒバだそれでこいつはダメだって言うんでみんな手打ったんだよね社員総出で、同じような色のいっぺんでだから、ね、ある意味すごいすごいね。あとジュリー一点物だ、うん、ジュリーは俺スペル間違えてさ、ジュリーは俺あっちのジュリーだと思ったの、あの本当に、何月6月あジュライね、ジュライ、うんうん、でそしたら全然違ってさ、ジュリー・アンドリュースから来てんだってね。あそうなんだ、俺はもうシールみんなで社員でもうなんか言いづらかったのちょっともう自分で辞めたの首なのどっち自分で辞めたの、 あれもう元々契約でもう契約しないぞみたいな。あれ結婚を機じゃなかったんだっけ、結婚を機にはかみさんで、あそっか、そうだよね、結婚を機に旦那が辞めてるってまあそれでもよかったんだけどさでももうでもすごいやっぱり自由度が上がると思って辞めたんだけど、だってほらレコード会社ってそこの人しかできないじゃない仕事、あまあその会社のね、うん、扱ってるミュージシャンですかね、そうでもやめたらなんとかなんじゃないかなと思ったら、うん、なんともなんないねだからその時に飯島君に声かけてもらって、その彼女の方が電話番やんだったら、ああその電話番雇う金が浮くから、うん、そう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 、だからその分で来ていいよって言われたんだけど、うん、行ったらな、行ったらだって、あそこに最初のアシスタントの坂本さんがいるんですけどあそっかテーブルがな、テーブルがこのぐらいの幅なんだよ、60センチないな、そうですね、うんうん、窓際のね、窓際でねでこっち側がおしゃれになってて、こう角が R になってんのよ、うん、だから何ちゅうの、半下っていうかさ、作業するのにさ、うん肘のあたりがないんだここが一番大事じゃんで坂本志保さんさ、よく怒ってて、半下って昔原寸で作るじゃん、そうだね、アルバムとかこんなあるよね、だからね、だから、レコードとか出すと必ずポスターとか作るじゃん、付き物じゃん、やれないんだよね、半下がこう斜めにこう何て言うの、窓に向かってこういうふうにいるやつでそれでやってて、いやだから広いね、広い場所に行くのは嬉しかったよ、すごい本当に、それは本当、まあその頃合ってるんだよね、うん、いやもう本当みんなみんなね、その覗き部屋の屋上にミックのところに行くと、うん、みんなさ、ミックさんとかかっこいいっすねって言って、そんなことなかったでしょ、だって、だってプレハブでトレスコはあったよ、うん、でプレハブで隣がジャズダンスのスクールだったんだよねこれがだからね、もうジャズダンスだよね、女の子たちが本当にもう20人ぐらいとかね、うん、来て、うん、ドドンドドンドドンそれでもってもうすごいの、その女の子たちいろんなやっぱりフレグランスっていうかさ、もう香水とかつけてるからさ、もうさむせ返るようなクラクラする、うん、あすごい感覚だ、ね、で一番あんまり知らないよね、そのあんまり知らない、その56って2階だったと思うけど、あの、うん、倉庫ビルのね、あれ5階建てだったでしょ、うんうん、で屋上まで結局倉庫ってほら天井が高いからここの倍以上はあるよね、あまあね、5階って言ってもね、5階まで上がるって ねとってもすごい、階段だった、階段だった、夜中とか仕事しててさ、うん、ちょっとじゃあトレスしてきてって、その写真のあたりとかいうのを、うん、
あ、上借りてたの、うん、上のミックも、うん、ミックも結構夜いたから いましたね。だからそうすると行ってすごい怖いらしいんだよね、やっぱり渋谷のさ、うん、いくら駅のそばだといえ外階段なんだよね、うん、外階段でさコン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 って言って上がってて鉄のね、うん、ちょっとかっこいいんだけどね、うん、僕なんかのイメージはなんか傷だらけの天使的な俳優、あ、それはちょっとかっこいいね、かっこいい感じで言うとねいやでも後か先かよく分かんないけど、ほらディーバっていう映画があったでしょ、うん、あの見てない、ディーバなんだっけ、誰だっけ、ジャンジャック・ベネッツじゃない、イーダ、うん、うん、ね、あの映画のシチュエーションみたいだなってちょっと思ったりしたりして、なるほどね、雑多な感じで、特にスタジオ56とかはソファーがあって、うん、よく安西はじめとかそこでさ夜中行くと寝てたりするし、うん、いやもう朝行くと寝てる率高かったよね俺かおみそね、あ、そうね、アシスタント、おみそさんっていうアシスタントね、いまだにあのソファ使ってるよ、え、本当もうもうちょ、あ、そうか、あそこにあったもん、あれ、今ね、あの戸越にあるんだけど、 そうか、あれ知ってる、あの頃さ、うん、ソファいるなと 思ってたっていうか、まあそんなことも考えてない時に、うん、新宿を走ってたら、うん、あのソファーがさ、もっとボロボロだったんだけどさ、うんうん、道端にこうバーンと置いてあったのよ、そしたら捨ててんじゃん、それから、いやいや捨ててるわけじゃなかった、あのあれだったの、いわゆるリサイクルショップっていうかさ、ああ売られていたんです、売られて、もう半分捨てられたように売られてたというか、多分それから直そうとしてたのか、うん、あの直して売ろうとしてたのか、うん、まあそのまま売れれば売ってもいいかなと思ったのか分かんないけど、うん、ともかく道端にボーンって置いてあったのよ、うん、で、お、あれいいじゃん捨ててあるのかなとかって思っていったら、リサイクルショップ、前がリサイクルショップで店が、でそこの人に聞いたら、うん、あれいくらかな、俺いくらって聞いたら、うん、まあ1万でいいかなとか言うわけ、うん、まあ、だからもう多分あんまり売れるとは思ってなかったんだよね、うん、1万円ですかっつったら、うん、あれ三脚セットだけどねとかって言ってそう、3人掛けと1人掛けを2つで1万円だったの、で買うっつってすぐ、うん、それで運んだのよ、うん、かっこいいんだよ、こうちょっとなんかシェイプがね、そう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 、まあ、であれをね今はね、だから形がいいから、うん、あの川に張り替えるそれでずっと未だに使ってる本当、うん、川に張り替えたら、うん、これは俺もお味噌も寝れないな、ちょっともうな寝させてもらえないわいや、よくよく朝までやって、飯島君は割と撮影で表行くけど、うん、僕とかずっといたじゃん、ほとんど風呂に入らずに1週間ぐらいいるってことになりました、いやもうほら、あの敷田さんがさ、それこそあのなんだっけ、オルタナティブファッションっていうのを売って、あそこでやったじゃん、56でね、あれすごかったね、ヨモさんがやって、あのこうファッションショーの、もう言ってみればなんていうのあれ、あのランウェイみたいな、ランウェイみたいな作ってね、この字型に、でお客さんぶわー入れて、すごかったねあれ、もう、まあぐしゃぐしゃまあなんかぐしゃぐしゃだったよね、いろんなことやったよね、あったよね、もともと覗き部屋だったんだけど広いし、うん、まあこっちでデザインの作業できて、うん、こっちで撮影もできるって言って。そうそう、暗室も作ってたしね、うん、あ、そうだ、暗室もあったもんね、ちゃんと暗室もあったし、うん、ね、小屋がね、そうそう、小屋つ、小屋、ちっちゃい小屋つ、うん、作って、で石間君はなんかここ、このグレーのセメントがかっこ悪いよねって、うん、そうそうそう、セメントっていうか天井がこうグレーでこうモヘモヘしててあのスタジオで使うのに、あのペーパーを垂らすのにポールをこう立てたいんだけど、うん、
上がこうもしょもしょしてるからちゃんとこうブシッついてくんないわけ、これ取らなきゃダメだねっつって、でなんかもひょもひょしてるからこう引っかくとこう落ちてくるわけね、ボロボロね、でそれをガーッともうだからもうしょうがないから全部剥がせっつって剥がしてんだよね3日間ぐらいかけて3日来たよね、もう3日間ぐらいみんなでやったもんね、3日間でやってかけてやったらこんなのあれが出てね、すごい数だよ、すごい数、20袋捨てたよね、毎日捨ててなかった、なんかすごいいいことになる、それから1年ぐらいしてあれがアスベストだったっていうことに気がついた、そういえばすげえチクチクしてたね、そう1日終わるとなんか肌がチクチクしてで帰って風呂入ると治るんだよ、ね、何なんだろうなあのチクチクすんのって焼肉かなんか食べに行ったじゃないあの時も肉もチクチクするこの手袋とここの間がチクチクするってもう本当まずいよね、俺たち俺たちまずいんだよ、絶対にもうね労災降りないと思うよもはやあんな勝手なことしたから本当にね、非常になってあれじゃない、どこから来たんだっけ、んそう、アメリカから来たモデルさんが帰っちゃったんでしょ、そうそう あれを見てね、うん、そうそういうこともあったかも、だいたい最初知ったのはそのアメリカに住んでる友達が遊びに来て、でこう、まあ、ちょうどほらソファのこういう丸いテーブルがあったじゃん、うん、でそこで喋ってたんだよ、うん、そうそう、あ毎日さ朝来るとさザラザラしてた、そうそうそのあれが待ってるから降ってる、降ってる、あ待ってるやつが落ちてんのか、うん、ね、それでこういつも朝来ると拭くっていう感じだったんだけど、その時も話してて、いやこう、ま、毎日これ拭かなきゃいけないんだよっつって、えっつって見て、あれってアスベストじゃないって言うわけよえアスベストって何って、その時まだ全然日本では知られてなかった、ね、今すっごいアメリカじゃ今大変なんだよっつって、もうみんなあの宇宙服みたいな着てあの撤去作業やってるよとか、うん、よくニュースでやってるとか言ってね、うん、俺たちもそれからもう真っ青だよ、もうどうすんの、真っ青だけどもうどうにもなんないもんね宇宙服着てやれないもんねいやーだからしあれあそこってどのぐらい借りてたの、1年半、1年半、うん、1年半最後までなんかチクチクしたい、そう1年半だからずっとアスベストに被爆してた俺それでその後タバコやめたからね、やっぱり、うん、あれ俺はね基準にしてんのは、うん、おみそくんを基準にしてんの、うん、おみそくんがあのアシスタントだったからさ、うん、すっごい働いたじゃん、うん、あいつさこうやってみんな何マスクっていうかバンダナしたりなんかでやってんのに、熱いっすよって言って取って、もう口の中にアスベスト入ってってやりながらやってたんだ、だから俺はあいつに何か起こったらこれはやばいと思ってたまに連絡取るようにしてた、なるほど、あの炭鉱のカナリアねひどすぎる、まあそういう時代だったよね、いや象徴的かも分かんない、まあ、でもそうだよね、まあ、2人とも基本的にこう穏やかに見えて結構乱暴なことするじゃないこのトラのこともそうだけどさ、ね、それこそその何アスベストの小屋でさファッションショーやろうとかさ、ね、ビデオも作ったりね、本当そうだよね、知らないっていうことは恐ろしい、ね、本当だよね、すごかったな、うん、面白かった、なんかやっぱり、うん、ある程度そうやって、ね、乱暴っていうか無茶なこと向こう見ずなことをしないとやっぱり突破できないところもあるんでしょう、うん、やっぱりなんかそれができた時代背景的にもそうだったよね、なんかこれ無理かもなっていうことをやろうとしてできた時代だったかもしれないね、時代っていうことなのかどうなのか分かんないけどさ、確かに、でもいまだにあの割とそうなんじゃない、いや我々は、うん、あのだからちょうどいいからこのね、うん、今回 あの作品の説明をちょっとここでしたいと思うんですけど、はいはい、どういうまあ
ここにこの展覧会を3人でやろうってことになって、いきさつはまあさっきのような話で、その時代3人でよく遊んでたっていうことで、まあ虎をねあれしてた式田さんのお兄さんが、まあ15ここの15周年に、まあ、ミックと飯島でなんかやってよって言われて、いやそれだったらもうはじめくんも入れて3人でやんなきゃねってなってな、こうなったんですけど、これあの3人で普通展覧会やるっていうと、あじゃあここあのミックね、ここ飯島ね、ここ安西ねっていう感じで、まあ、3人が作品持ち寄ってやるじゃないですか。最初そう考えたよね、まあ、普通はそうなるんだけど、ちょっとそれもうつまんないねと思って、3人で一緒に作品作っちゃうのどうっていう話になったんですね。うん、で、ね、最初はまあ僕だったら、まあ、写真をプリントして2人に送って、そこに2人が絵の具でなんか、うん、あのペイントして、でそれをまたあのはじめくんに回したやつは今度はじめくんが手入れて、うん、ミックに回して、そこにまたミックが手入れるっていうのでやろうとしてたんだけど、それあのこう結構送ったりなんかするの大変じゃないですか。最初送ってもらったんだよ。最初送ったんだよね、うん、だけどこれまたなんか次これ送ってとか、これ大変だねってなってそしたらはじめくんがじゃあもうデジタルでいいんじゃないとか言い出してはじめくんデジタルとかやってんだとか言って iPad 買ったばっかりだ、ね、結構面白いんだよとか言ってでミックあったら、ミックもいいよって言うから、あじゃあデータでやり取りもしてデジタルで作ろうって話になって、まあ僕の場合写真だったりするわけだけど、それを、1人、各10枚ずつ10点ずつ用意して5点ずつこう、うん、相手に送ると、それでもらったものに対して手を入れて次の人に送って、最後の人が手を入れて完成するということで、全部でこれ30点出来上がったんですね。で今カタログ皆さん持ってます？カタログちょっとあの持ってない人ちょっと貸してあげてください。貸すのかあの、いやもちろん後で買っていただいても結構それで私にも一冊お願いできます？これあのはい、山下さん私にも一冊いただけますか？これあの頭から見ていただくと、ちょうどあっちの入り口から入ってきてすぐのところのあのピンクのやつから始まってると思うんですけど、すごいでしょこれ、なんか観光ガイドみたいでしょ順番に並んでるんだよ。そうこれね、カタログ順にこれ並んでるんですねすごいよあっちからぐーっと、でこの下になんか番号みたいな振ってあるでしょ。最初だったら AIM1 とか AIM2 っていう風に、これがですね、A は安西の A ですよね。I が飯島の I で M がミックっていうことで、今言ったようなこう渡した順番がこれ示されてるんです。でだからこっちから見ていくと5点ずつブロックで、あの誰がどういう順番でデータを渡したのかっていうのが分かるようになっている。それを意識しながらこれ見ていくと結構面白いというか楽しめる。何かちょっとだけちょっとだけ傾向が出る。そう、この5点にね、5点ずつになんか出るんですよ。これ僕が最初書いたやつを飯島くんが最初の5点ね、石間君がデジタルのすごいところはそのアナログだと書き足すじゃないですか、書き足すあるいは塗りつぶす、うん、これこの場合は石間君なんか変換しちゃうんだよねだから俺の絵を変換してるから
変換された俺の絵は分かんないんだな。これオリジナル分かんないよね。オリジナル分かんないでしょ、うん、オリジナルはもっとちゃんとちゃんと絵描いてんだよ。俺だって。いやそうだよね。それをなんかこのドサイケなこのモニャーンとしたのをされちゃって、なんか分かんないけどチンチンみたいになっちゃってるんですよ。それはそれでいいじゃんって思うけど。だからこれとかもね、これも5番に至ってはもはやなんだかさっぱり分かんない。これ俺なんか天使みたいなの描いたんだよきっと。これなんかちゃんとした絵だったよね。そうだ。そうなんだよ。それを最後に受け取って僕が手を一段、この場合は3番目が僕だからそれで完成なわけだけどさ、これわけの分かんない方向に行っちゃうとどうなんだって思ったりしましたよ。まあかなり抽象的で面白いって言えば面白いのかもしれないけど、どうなんだろうって、まあそういう意味で面白かったね、何が来るかっていうのは。ね、で最後の人で大体決まっちゃう。そうだね。アンカーね。うん。もう三人目だね。アンカーだね。そうそう。最初の方はミックさんがあれだもんね。アンカーだから。まあ、割とね、そうだね、なんかそういう割と中でも具象的な何かで終わろうとしてたり、この AIM の3番なんかはさ、もうドットだけみたいなことになってるし、ね、これおかしいよな、だからもうこのなんだろう、仕上がりの差とさ、うん、あと最初に伊島君から来た次のやつは伊島君からなんだけど、うん、そこの5点、はいはいはい、これはね、何写真、これだからあの写真なんだけど、うん、全部人の写真。人の写真っていう、人の写真って言ったらちょっと語弊がある、うんうん、人の写真をなんつったら、一番これで分かりやすく説明すると、人の写真がこうあるとしたら、それのこの辺をこう俺が撮ったりとかしてる部分を、うん、もうどれが何ってちょっと忘れちゃったけど、これは多分ね、ブルースキーかなんかの写真のすごい広い絵の風景写真というか、そこにいっぱい人がこう写ってたりする中に写ってる、うん、横断歩道かなんかで立ち止まってる女の人。ああ。これは森山大道さんの新宿かなんかのスナップ写真の中に写ってる映画のポスターの中の顔の一部とか、これは初めて聞いた。スカジ撮った写真の中の一部。全部一部。写真の写真シリーズっていうのを俺昔やったことがある。写真の写真、要するに、写真って結局複写だと、うん、だこれ森山大道さんがよく言ってんだけど、もう写真は全て複写だと、要するに世界をどっかこう切り取ってるだけと、自分がなんか一から絵みたいに作るわけじゃなくてね、うん、っていうことを言ってたんで、森山さんとたまたま会った時に、ってことは俺が森山さんの写真を撮って、それは俺の写真だって言ってもいいわけですよねって言ったら、あ、もちろんいいですよって言ったの。すごい大道、すごいね、やっぱ大きいね。大きい道だからね。いや、それを聞いた時に俺はそれはめちゃくちゃ面白いなと思ったわけよ。で、正しいなと思ったわけ、うん、だって、例えばここでこう皆さんがね、こうパシャって撮るとするじゃないですか、ここの壁をね、ここ3枚一緒に写ってるから、なんとなくスナップ写真だなっていう感じだけど、たまたまこうって寄ってって、ちょうどこの写真だったら、これはなんか著作権侵害みたいな、おかしいでしょ、これも一緒じゃないですか、同じことじゃん、行為は何も違わない、うん、っていうことをちょっと実験してみたかったね。怒られてみようと思ったんだね。そうそうそう。その写真の写真シリーズよね。いやいいですよ。
あっちの方に行くと、あの最後の方のやつが僕が多分アンカーをやってる、うん、アンカー、いじむくんのアンカーシリーズだよ。あの辺でこう写ってるものは何かっていうと、これも全部人の写真なんだけど、元はね、もうそうなってくるとカメラいらないなと思ったわけ。それ世の中にいっぱい写真って出回ってるわけで、で それをスクリーンショットすればいいんだと思ったわけで、スクリーンショットこうしたものをフォトショップで俺の好きな色というか模様にいじってる、うんうん、すごいよね。だから全然、だからここには僕の写真と言えるものはこれぐらいかな。あれもそうでしょ。あれもそうだ。あれもそうじゃん。あの5人のね、あと爪も、あ爪ね、爪ね、爪あれ爪だからね。どれのこと言ってるか分かんないでしょ。そのちょうど目の前にあるモノクロの、はい、そうそう、白いこうなんか牙みたいな、牙っていうか角みたいな、あれ僕が切った爪の残骸です。そうなんだよな。だからあの辺は結構そうでしょ、いわゆるオリジナルが割と、ね、まあまあ写真だね。路面を撮ったりしてるよね。道路の埋まったなんか、そうそうそう、いろんな石とかさ、なんかプラスチックのかけらとか。そうだよね、あの辺はだってシリーズだもんね、うん、こっち側のそのちゃんとスタジオでモデルさん使ったみたいな写真じゃないですか。そう4人いるの、あれ、それとも、いや、あれはね、1人を4倍した、4倍したっていうか合成した。すごいよね。もう石村君だからもうカメラマン、まあ写真家っていうくくりであれだけど、写真家だよね、うん、もうカメラマンっていう言葉をもうカメラ使ってないんだもんね。そうだから、もう写真家でもない。ね、そうだよね。縮小だもんね、だって。そう、縮小。縮小か。うん、縮小か。縮小か。それもすごい、ね。いやかっこいいよね。でも昔から。いろんなそういうとこ割とあるじゃないですか。そう、なんかね、そういうこうちょっと今日つくところがあるよね。あ、それありかみたいなね、うん。ちょっと視点がいつも面白い。そうなんだよね。先に頭っていうか何か考えたことをそれを感じるままにやっていくから、うん、ね、うん。だからなんかちゃんと写真も歩き出してるんだけど、ね、頭の中だけで考えてたらさ、ね、本当とんでもない人だよね。意外とあんまり考えてはないんだけどね。本当に。意外とそうか。まあでも直感的な人だよね。だってメガミックスっていうこの展覧会のタイトルだって考えに考えてっていうところもあるだろうけど。うん、あ、なるほどねっていうタイトルだし、トラも確かそうだよね、あとの逆読みでいいんじゃないのみたいな。そう、うん、ね、なんかこう逆らいたい。そうだから言われるとなるほどなって思うような、まあ上手なダジャレっぽいっていうかさ、うん、本当だね、そういう説得力がねちょっと抜群だよね。でも一緒にその石麻布とその渋谷で一緒にやってる時も結構いろんなことやってたもんね。なんかもうそれこそトラやったりもなんかもう、うん、そうトラに焼き付けポジで撮ったやつを焼き付けて、ね、自由の女神をつなげたり、ね、地下の地下に5メーターのね、うん、ミッドバイテンのポラロイドを、114枚かな、使って、うん、自由の女神っていうのを作ったんですけど、自由の女神をこう分割して撮ってそれをまあ組み合わせて、うん、つまり一つの自由の女神になってるんだけど、すごいよ。あれも大変だったな。それ売店のポラって1枚いくらすると思う？1枚2000円ぐらいしたんだよね。そうだよ。
で100何枚でしょ。そう、それで失敗するから、うん、多分200枚以上使ってるのよ。すっごいよね。あれでもポラロイドの人がね、協賛してくれた気がする。気がする。っていうかさ、そこがまたすごいよね。あの前もさ、カラーコピーが出始めた頃に、うん、そう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 。なんかキャノンかゼロックスかなんかに行って、ゼロックスだ、うん。ここ間違えると大きい、ね。ゼロックスに行って、ゼロックスで勝手にコピー取らせてもらってたんで。いやもう僕忘れちゃったな。本当俺一緒に行ったよ。あそう、うん。僕はその頃レコード会社だったんだけど、飯島君が、うん、ああ何枚でも取れるよ。わかんないけど夜ゼロックスに行って。あれだけどね、日本のゼロックスね、色が良くなかったんだよね。そういや俺はあのほら。アメリカでずっと撮ってた写真をちょうどその頃そのカラポジからね直接カラーコピーできるっていうかあのコピー機ができて、もちろん自分では買えないような機械だから出力屋さんみたいなとこ持ってってやるんだけど、あのロスで最初それ見つけてやり始めて、最後ニューヨークに行ってあのあるコピー屋に行ったらそこの発色がめちゃくちゃ良かったね。もうそれまで見たことないぐらいすっごい発色が良くて、あもうここだと思って全部そこでやり直して、うんうん、で日本に持って帰ってきて個展をやったのね。あ日本サービスで、そしたら日本でもほらそのコピーねゼロックスあるわけでやっぱりもう出てたから、それでまあ多分それを気に入ってくれてコピー使っていいですよってことになったんだと思うんだけど。発色が悪いのよ。もう堂々と言うしね、そういうこと。それで、あれ、夜中にゼロックの会社行って勝手にコピーしてるのに、うん、インクトナーがなくなって、すいません、なんかインクが切れてたんですけどって言って、出してもらえませんかって言って持ってきて、うん、だからそのトナーの色がすごい綺麗なの。あれ綺麗だったじゃん。だからそうトナーはね、トナーはすごいもね綺麗なのに、なんで印刷するとこんな汚いのっていう。あれなんかね設定とかあるんだろうね。そのニューヨークのねあれは良かったのよ。それはゼロックスでもかキヤノンとかそういうのではないの。もうそれゼロックスしかなかったから、その時それができるの。え、それゼロックスなのに綺麗だ。同じ機械なのにすごい発色いいんだよ。だからそう、オペレーターの人というかその設定する人、うんうんうん、まあ、ピアノで言えば調律師みたいな人がめちゃくちゃいいんだろうね、うんうん、その差が出るんだろうね。ありそうだね、それね、うん、あね、うん、いやもう結構飯島君はそうやって、僕も最初にアニメをやった時、うん、ひっかきのね、うん、もそれも飯島君が失敗したやつだもんね。そうそう、あのフィルムその頃ほら、うん、16ミリで、うん、あの映像を撮ってたから、うん、あのちょうどほらプロモーションビデオとか出始めた頃で、うん、一番最初確かアン・ルイスかなんかのプロモーションビデオを作って、うん、その後ショコラータやったじゃん、うん、でフィルムの余ったやつがあるじゃん、うん、でこれなんか使えねえかなと思って、うん、ただあの引っかくとさ、うん、フィルムって黒い、あの要するにあの何も映ってない、うん、膜面が削れてねところをあの鉄筆というか、うん、あれでこうやると傷がつくじゃん、ね、うん、それってさその傷が映写するとちゃんと映るわけだよ、うん、で橋本君これにさあのこうやって絵描いてアニメ作ったら面白いんじゃないのとかって思って、それで最初に僕のところにここにさこうやって描けばいいじゃんって言って描いたのが飯島君がやったのがなんかチンポの絵でこうでそのまんまそれ使ってやったからチンポの漫画になったなったなったね。チンポが飛んでくるよね。もったいないっていうか、もう最初に書かれちゃってるからチンポ。俺は多分チンポを書いたつもりはなかったんだと思うけど、チンポに見えた。サンプルがね。で横にここのところが音を取るところだから、ここに傷を入れれば音も出るよって言ってくれたけど。うん、機械がないのにどうやって分かるの16mm。 あ、そうだよね、もうあの頃飯島君 16mm でなんか撮影にカメラ持ってかないで 16mm でやればブワーって撮れるから、だからそれの38
30、何ミリだっけ普通のフィルムって。35ミリ、うん、だから半分ぐらいは大きさあるから4分の1ぐらいあるんで、それで原稿にすればいいんだよ、あっちゃきんって切ってそんなこともしてたっけ、うん、そしたらすんごいボケボケなのよ、うん、やっぱりね、そりゃそうだよね動画に撮ってるから1枚は、うん、でもさ、最近それ出たでしょ、あそうキャノンかなんかで出たやつってさ、うんうん、いいなとかっていうのもうずいぶん前だけど、うん、それっていわゆる動画で撮れて、うん、1枚もだから普通のクオリティで、うん、印刷ができる。フィルム？フィルム、フィルム。あ、デジタル、デジタル。もちろん。あ、なるほどね。すごい、もうだから、その考え方を持ってた人がいたんだね、きっと。うんうん。まあそうだよね。それは便利だもんね。ね、うん、まあ今もだってスマホもそうだもんね。まあね。カシャカシャカシャとかやってね。で一番いいところを選ぶみたいな。だからそうなんだよ。発想が先だったの。まあ、でも写真のね概念とかそういうポジションが大回りしてるよね。そうね、まあ絵もそうだけどさ、いやまあいろんなことやったっていうので言うと今思い出したのは、あそこのその麻布パレスにいた時にさ、うん、あそこでさ井上陽水さんのジャケット撮ったの覚えてる？ああ、それはね多分いなかったと思う。いなかったんだ、うん、それは陽水さん俺が横でポスターやってたら怒るでしょその時は俺あのビデオでこう撮って、うん、でこっちにモニターに出して、うん、それを撮るっていうのをやってたんだ、うん、そんなこともやってたわけよ、うん、でそれその方法で、あ、そうか、あの撮るって話になって、うん、それで陽水さんがだから事務所に来て、うん、で ただこう座ってもらって、うん、俺だけあのビデオカメラで顔を撮ってで画面を撮って、うん、っていうのでジャケットを撮ったんだよ。でさ、俺ずっとそれを忘れてたの、うんうん、でだいぶ経ってついこの間ね、うん、ついこの間、ついこの間なんかの表紙に、うん、俺陽水さん好きだからさライブにも行ったりするんだけど、うん、なんかあの YouTube とかあのなんかネットで見てたら、うん、井上陽水飯島香織で俺何やったかなと思って、うんうん、検索したら、うん、やったエゴサーチ検索したら、うん、あのあれが出てきてるのリバーサイドホテルが、おお、リバーサイドホテル俺よくカラオケで歌うんだけど、うん、リバーサイドホテルのジャケットかなんかな、リバーサイドホテルって出てて、うん、俺これなんか関係してたっけなと思って、うん、ジャケットを上げてる人がいてさ、であの裏側のところのライナーノーツのところをガーって拡大してみたら、うん、写真飯島香織って書いてこれだとか思って、あリバーなんか変なねブルーのね、あもやっとしたなんかあれなのよ、ああれ全然俺が撮ったって忘れてた、へえそう、あこれリバーサイドホテルのジャケットって俺だったんだとかって最近気がついた。でもあれその割と飯島君の精神みたいなものってほら失敗してもさあのピンポケだったりとかしても、うん、これがいいって言い張ったりするじゃん、まあね、まあねまあ、まあ、このなんだっけほらあのデータ取るの難しいじゃない死の子とかあの明かりが照明の具合が暗かったりとかなんかその暗い写真とかもいいって言ってでもそれでもやっぱり言われるとそれを今度工夫してプリントで何とかして明るくしてやろうってやったりとかするんで、ブローアップしたりとかなんか、僕ずいぶんだからそういう意味では鍛えられたよ。あのなんだっけ、あのタイマーズのデイドリームビリーバーって話が来た時に、この時にいやもう全然バンドは取れないんですけど、あのそれこそ大学で学祭回った時のビデオならいっぱいあるんで、それ使ってくださいって言われてさ、あ。リバーサイドホテルやったよだからこうずっとそれを流しながら、うん、俺がそれをビデオで撮るっていう、あなるほどね、うん、結構だから全部横になってるけどね、うん、だって普通に整体にしたら一緒じゃん、ああそういうことね、うん、だから横にすると画面が荒れるじゃん、なるほどね、まあいいか大体でもそれで
稼がしてもらったよ。ああ俺もね一回フィルムをねラボに出すじゃない、大体現像って。そうするとさ、その時代結構ラボの人が届けてくれたりとかもしてたんだけど、ある日さラボの人がすっごいもう真っ青な顔してきてさ、もうすいませんっつって、もうめちゃくちゃもう なんかもうねえらい大層な感じでね恐縮してやってきたのよ。どうしたんですかっつったら、いや俺がね巨字フィルムを出したのに、あ違う、メガフィルムを出したのにポジで現像しちゃった、ポジ現像しちゃったからもう暗いし、なんかちゃんと全然もう要するにちゃんとしたネガになってないわけよ。困ったねってなったんだけどそれをね、それまあテスト現像だったの。あ、まだね、やったじゃん。そう、まだそれで助かったっていうのはあるんだけど、でも暗い中にも見たらちゃんと絵は出てるから、ルーペでよく見てみたらちゃんと絵がこうある程度ちゃんと出てるわけ。ってことはこれ明るささえこれで明るくなれば結構面白い絵ができんじゃないかと思って、わざと露出をね3絞りぐらいこう多めにかけて、でわざとネガで撮って、すいませんこれポジゲンしてくださいっつってやったら結構さ面白い絵になったのよ。ちょっと蛍光っぽい感じになるっていうか、発色がこうなんかね不思議にちょっと淡くて、でそれからもうそれが俺も気に入っちゃって、しょっちゅうそれをポジ現像メガのポジ現像っていうのをやるようにして、それからねなんかだんだんみんな真似し始めてね、ちょっとそういうのが流行った時代がある、でもね現像屋さんにはすごい嫌がられるらしいね、ちょっと普通じゃないことするの嫌だよねみんなね、だしね面白いって思わないもん立場的に。現像液がやっぱり汚れ、本来ポジを現像するものを根がやると具体的にね、劣化するのが早くなるらしいのよ。そっか、だから週末のもうこれで一回この液は捨てますっていう時にやってくれる独特だな本当だよね。でも一番やっぱりそういうまあのでミックで一番びっくりしたのは、俺かよ、ミック煮干しで絵描いたやつ、ね、ああめっちゃ覚えてる、ね、なんで覚えてるんだろう。あれ俺だって撮影に行ったもん、あれ。あ、そっか、うん、まさにねあそこの倉庫の上のプレハブの時だよね、もうね、見たことあるかな、ないと思う、ね、見てもらうと分かるけどニック・ヘイワードの横顔かなんかだよねみたいな、うん、誰っていうことでもないけど、誰っていうことでもないけど、ね、でもなんか、うん、それ煮干しで、煮干しの陰影で絵になってる、すごいんだよもうあれさ、確かね広告批評かなんかの雑誌の表紙の依頼があって、それで煮干しだなって思っちゃったんだよねなんで、いやよくわかんないんだけどあれでもよくやったね。ねえ、あれ頃恵比寿の駅のところに今もあんのかな、いろいろなんでしょう、乾物屋っていうかそういうゾーンがなかった、市場みたいな、市場あったあった、古いもう今なくなっちゃった、なんかになっちゃったね、あそこにさ、その煮干しとかの専門店があって、うん、そこでね畳いわしとかねしこたま買い込んで、畳いわしも入ってるの、入ってるよ、服のところとかチェックがいいなと思って畳いわし貼るとチェックの柄みたいに見えるで、あれ乾物アート、接着剤がさ、うん、あれなんだろう、接着剤とすごく反応して、うん、煮干しを貼るわけだけどそのキャンバスにね、うん、そうするとさもうすっごい猫のおしっこの匂いになっちゃってさなんかアンモニア臭みたいなことになって、それですっごい臭い作品になっちゃってさ臭い作品、うん、だから猫のご飯っていうタイトルにしてたと思う一時期、あまりに匂いがすごくて、いや俺は知らなかったけど見たんでしょ、
そう、もうね、夜、夜中に、夜中にトレスコープを借りに行ったやつがすごい勢いで戻ってきて、うん、大変ですって、ミクさんの部屋がざわざわしてますって言って、ゴキブリ、もうそれの数がね、一緒に行ったんだけどすんごい数だったんだよ、もう絵にねゴキブリがね、あそこが飲食街だったから真っ黒になるぐらいもういて、それがね本当かな、本当本当、さーって逃げるのよ。そんなにいないでしょう。いや本当にそうだったよ。屋上だし。いやでしょ。甘い甘い、あの匂いに連れられてやってくるんだよ。あれ渋谷中の来てたんじゃない。でもそれがあの人たちが逃げる時に音がするなんて聞いたことないでしょ、ゴキブリが。そうね、まあ。イメージとしてはカサコソカサコソってイメージあるけどね、うん、ぐらいでしょ。ササササ、それがだからすごい 何百何千っていう数、ちょっと待って、それが音するってことだよ。でもその作品今もちゃんとあるからね。あ、撮ってあるの、うん、でその後だから、ね、あの何プラスチック系のなんて言うんでしょう、浸透するような、うん、あの硬化剤、うんうん、それで固めちゃったから。よかったね、それじゃゴキブリも手が出ない、もう絶対大丈夫だった。あれ出すともうあの額縁屋さんとかさ、うんうん、ギャラリーの人がねもう本当にね大丈夫ですかってなるよね。大丈夫、そんなもの展示された日には、ね、いや腐ってはない、腐ってはない、だってだって乾物だもん、乾物だから、まあ、まあ、乾物だけど、うん、でもともとでもあのそれなりのその当時の処理はしてるの、うん、だけどあのニスをすごくたくさん塗ったぐらいだったからね、うん、やっぱりゴキブリはめげなかったね。でも俺だったからそれを見てないのよ。本当その話を聞いて、うん、本当かよって今でも思ってるんだけど、本当本当あれ誰だろうな、福ちゃんかな、誰だっけな、なんか一体坂本さんじゃないの、坂本じゃないよね、ね、いやミックも変わったことやるからさ、もういやいやそれはみんなそうだよね、なんか目新しいことを探してたでしょうし、あの頃ね、ねえ、で次々にそういうことができたしね、そうだね、だから 今のこれもそういう流れのことではあるんだと思うよ。だからこういう3人でなんか一緒に作品作るって、まあ、最初で最後だろうななんて思ったけど、意外とそうじゃないかもしれないなとも思うし、これに全然懲りない、まあ懲りる理由もないけどさ、もっとこうした方がいいんじゃないのとか思ってることあるんじゃないのと思うけどね、うん、まあだからまた次またやるとさ全然また違うものができるんだろうなっていうか、多分同じことにはなんないよね、うん、ちょっと無理だもんね、まあ、テーマがね、うんうん、女神だったからね、今回ね、それは式壇嬢さんがやった、うん、そうそうそう、市長さんが考えたことだったらしょうがない、なんかちょっと質問とか聞いてよ。来てきた。これがなんかわかんないけど、ちょっと暴露合戦みたいになってて嫌だって思ったし。何かあります、よかったらあるでしょ、なんか。いやでも確かにあれだよね、トラってすごいよね、うん、未だにそうだ、ね、根強いものもあるよね、うん、僕さ失敗したなと思って。何を失敗したんですか。大失敗したな。な大失敗。音を選んだじゃん。ああ。ね。ね。あ、そうだね。音をね。音をね、今鳴ってないんですけど、5曲選んだ。一人15曲選んでんだよね。あの女神にまつわる今回のこの展覧に自分としてこの曲がふさわしいなって思うものをそれぞれ15曲ずつ選んで、うん、そうそう、これが伊島の選んだ15曲、そっちの
カセットテープ、そっちが僕ので、僕ので、僕のは向こうのやつね。15曲っていうのはね。これなんで15曲にしたんだっけ？いやいや別に理由はなくて、うん、最初はほらパイレーツレディオでオンエアしてもらうのに5曲ずつぐらいだとちょうど1時間の時間枠だったからね、うん、いいんじゃないかなと。で最初5曲3人で選んで、それをね酒井ちゃんにミックスしてもらって、うん、で面白かったし、なんか物足りないからもう5曲選ぼうかなって僕がやったらまた2人も選んでくれだったら手間が15曲あったら結構持つんじゃないってもうね、ミックはすごいんだ。ここでだからそれぞれが選んだ曲が同時に流れてて音もミックスされてたらいいってね。まあまあうんね、うるさいけどね少しね、うるさい、すごいうるさいと思うけど、でもイライラすると思うけどイライラしてたよね。イライラっていうかね、この間だからここにちょっと半日ぐらいいた時に全部音大体同じぐらいのレベルに出していたらちょっとしばらくしたらちょっともうこういたたまれなくなってめまいがしてきたっすね。でもね、それを超えるとね、うん、超えるかい、気持ちよくなるそう、まあ、そこはね、あとはね、あとはねこうだんだん楽しくなってくるのは、うん、ちょっとずつタイミングを変えるとさ、うんうん、やっぱり曲と曲のぶつかり合いのね、うん、バランスですっごい、それがねこういい時があるのよ。あ、いい時があるんだ。めちゃくちゃいい時があるのよ。ルルルル、あ、ここ今いいねみたいなこのバランス、もうね、掛け合いにこうなってたなったり、なるほど、うん、勝手にね、そう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 、もうダメな時はうえって感じなんだけど、いい時はね、逆にすごい、まあ、新しいものが生まれた感じ。あ、うん、でもそれはなんとなくイメージしてたんでしょ。そうだね、うん、まあまあね、ちょっとなんか昔のファッションビルみたいな感じだけどね。そうなの、だからちょっとそば行くとさ音楽が違うから、そうそうそう、またこっち歩いてくると違う音楽が、違う店の音楽みたいな、すっごいほらお互いが一生懸命なんかブティック同士で戦ってるみたいな感じだもん ね、ちょっとそういうとこあるよね。で何、大失敗って、うん、大失敗って何。そう、おいで失敗したなと思ったのはトラじゃん、うん、2人は、うん、ねえトラ入れるべきだったよね。あ、トラはね、あ、トラ自体は、ね、思わなかった、全然思わなかったトラの時の曲とか入れたらすごいいいなと思ったの。いやいや、でもそうなるとさ、なんだろう、ほら、そうなんか、そうか、そこは際だよね。そうだね、トラ店になっちゃうから、うん、なんかノスタルジジイになっちゃうじゃない。ノスタルジジイもうなんかミックドンと話してるみたいな。そうかノスタルジジイ、ノスタルジックな方にちょっと行っちゃうとさ、なんかどうかなって。なるほどな。なんかこうなんだろうね、なんかこう新しいものって常にまだまだ探すと思うし、ただ音楽自体はちょっと古いもんが入ってるよなっていうことはあるけどね。俺もなんかちょっとそういうのでつい考えすぎちゃって、うん、ミスチュールとか入れちゃって失敗した。いやいや、全然失敗じゃないと思うよ。失敗って、ね、まあ、失敗はないでしょ、うん、失敗ないと思うよ失敗って意味が違うの、まあまあね、なんかバランス悪かったなっていう意味で、あ、そう、すごいその曲が好きなんだけどなんで言い訳してんだでもやっぱりすごい音楽も難しいね、並びが。まあ ね、だけどまあそれはさ、まあ、失敗っていうか、うん、あ、後で考えてみるとこうじゃない方が良かったっていうことはもういつもあるし、ただそれを言うか言わないかっていう差もあるよね言わないし、言わないよ。いや俺ね、もう選んでる時点であんまりね深く考えてない。そうだよ、だってそう、最初に僕に送ってきた写真とかさね、これ後で僕がコラージュしてこれどうかなとかって言ったらさ、あれこれ俺の写真じゃないなとか言い出すひどいよ、俺の写真まず送んねって言って送ってきた写真に人の写真が入ってたんだよね
もう作品としてこれ面白いと思ってこう作ってどうだって言ったら俺の写真じゃないとかだからそこがまたおかしくってさ、一馬くんの写真じゃないんだけどミク選んじゃったんだよね。それ選んだしごめんねってないもんね。だもう俺もじゃないよこれ。俺じゃない。見ればわかるから。なんで俺も選んだみたいな。あんな見ればわかるから。俺もじゃない。俺もじゃないから。いやいや、それがあの嫌じゃないキャラクターだからすごいって思うんだけどさ。そんなん許せないよ普通だったら。もう全部一番が悪いんだよ。そうでしょ。そこはね。ね。なんか俺悪いみたいになってるしな。本当だよ。だってねえ、そうなっちゃってるんだよ。なんかミックがなんで選んだのみたいな。俺の写真じゃないってわかるでしょみたいな感じだよね。いやいや、そんなことない。普通わかるよな。いや、俺じゃないって言うしさ。いやいや、そんな。でもなんかそのまあ言ってみれば写真家ってとして、うん、例えばこのね。コラボ的なことに参加してるとしたら本当にすごく写真がないからさ、うん、不思議だよね。そうだね。うん、おいでおいでさ、この写真はさそれはそれはそれはいいです。それは良くない。それは良くない。まあでも写真をもう超越してるところに行きつつあるなって気がするよね。うんうん、まあ、でも何人か気がついてると思うよきっと。いや、これから気がつくかもしれないけど、まあ、せっかくだからね、帰りに見てもらおうかな。そうだよ、帰りに見てもらえなよ。隣の部屋だ。隣の部屋で石間君が今参加してる写真展があるけど、でも名前が石間薫じゃないんだよね。ないね。なんだっけ、忘れた。後ろだ、後ろだ巨像。後ろだ巨像さんっていう、なんかアリゾナ五郎とかさ、前からなんか自分の新境地に対して新しいなんか葛飾北斎みたいなことしてるよね。やるやる。あのこれほらミックがさ、俺の写真を逆さまに使ったって言ってたけど、これあのクレーンなんだよねこれね、あの工事現場の。これもうバラかと思ってた。そうそう、俺もだから全然、ね、あの水面に何か映ってるものを撮ってるなっていうことは分かったけど、そうそう、クレーン なんだって後で知ったけどね。そうそう、この水面、まあ、要するに水面の映り込みを写真撮ったものなんですけどね。だから写真なんだよね、すごくこれ。そうそう、で結構それが綺麗で、ずっと目黒川歩きながらその水面 あの反射を、うん、を撮ってて、それが結構綺麗だから、うんうん、あ、これはこれであの風景写真、俺もちょっと風景写真でデビューしようかなって。今更風景写真家としてね、ちょっと新たな活動をしようかなとかって思った時に、風景写真といえば前田新造さんっていう、あの富良野 あのラベンダー畑とかこう、うんうん、すごい綺麗な、うんうん、あの色がね、あの赤と黄色とかこう画面構成が綺麗な風景写真撮る人がいるわけですよ。でじゃあ前田新造を逆手に撮って後ろだ、であの水面の映り込みだから巨像だ。前に対して後ろで、あの新造さんの真っていうのは誠っていう字、誠に対して 巨まあ、ここは大声で言っとこう。巨像ね、ね、そう言っとかないとね、言っとかないと。いや、新人だから ねそうそうそう、そんな高い値段で売っちゃダメだよ。そうそうそう、もちろんです。あの1万円とかダメだよ。はい。5000円から行って5000円から。新人なんだから。いや、でもなかなかですよ。これあのほら、うん、なんだっけ、バスキアとウォーホールとレベルだったら、うん、だっけなんかさ、うん、3人でやった時にすごくニューヨークで3人とも仲が良かったので、リスペクトし合ってたんだけど、うん、大喧嘩したらしい。なんかコラボして、うん、もうウォーホールがやったやつをバスキアとかガーンの半分ぐらい塗りつぶしたりとかして、それはこのシステム3人で、そうそうそう、あの、うん、一緒に作業する、一緒にこう
ヤンバス以外に、うん、結構いい合唱が出てるんだけど、その展覧会の、うん、なんかそれとかウォーホルは本当怒ったらしいよ、もうもうそんな半分消すってすごいよね。でも俺も随分石破君の写真半分ぐらい消したりとかしてるよ、うん、いやいや、そんウォーホルって結構肝玉ちっちゃいんだね。まあ、もともと被ってるぐらいですからねやっぱり色々気にしてることは多いんじゃないですか。でもそれさ、あれじゃない、ここ怒っとくとこみたいなことなんじゃない、でもしかするとそうかも ね、あ、ちょっとそういうストーン被ってるぐらいだから、やっぱりそのむしろ、いやでもこれはなかなかですよ、これはなかなか面白い、うん、こんなの永遠にできそうだもんね、うんこれなんかこうほら趣味って言ったらあれだけど、こう庭いじりみたいなもんでさ、延々やってられるよね。庭いじり。だってどんどんいろんな意味で育っていくんだから。そう、うん、変わっちゃうし。まあ、そうだよね、ただ締め切りが大事だよね。これすごく締め切りが大事だよね。それうん、っていうかでもものすごく。締め切りは遅れた部分もあるけど、でも予定通りって言えば予定通りだったんですね。すごいですよ、うん、僕初めてですよ、展覧会が2ヶ月近く前に作品が終わってるのはそうだよね、やっとね、もう当日書いてるからね。いや当日どころかね書けてない時もあの会場で書いてたりしてたしね。ね、本当にお世話になりました。公開制作っていうより公開生活してたし、ね、そうそう、生活してたから、ね、いやあれは新しいと思うよ。あれはすごかった。いやだからまたもしねできたらいいんですけど、うん、まあこれはもう売り上げ次第ですねきっと。いやどうですかね。もういや大変だよ、ね。終了。終了。終了。です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カタログは、カタログ、はい、ありがとうございました。カタログはカタログは楽しかった。あとフリーダムディクショナリーという機関誌になるんですかね、そうだね、まあ、このお三方ともつながりのある方が主催して作っているペーパーになるんですけれども、知り上がりことぶきさんが補填をした時のページの中にこの今回の展覧会の情報も掲載していただきました。あちらの受付で販売しております。今日はお三方揃っているのでサインもしてもらえると思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそのところでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah.